かわいそうな住人の一人、シロはお使いを頼まれるとき思いっきり罵られるように頼まれたいというマゾヒストです、はい。このコーナーは自称シロタイプのリスナーさんから、自分はこういう風にダメなので罵ってほしいというリクエストを送ってもらって紹介するコーナーです。はい。ただし私たちマイルドですから、うん、マイルドの M、そうマイルドの M ですから、はい、その望みが叶えられるかどうかはね分かりませんよと一応言っておきますよ。分かりました、はい。それでは早速いただいているリクエストを紹介していきましょう、ね、そうだね、これリクエストなんだね、知られたい、面白いねこれはい、はい、じゃあ渡しましていただきます、はい。ハンドルネームコバさんからいただきました、ありがとうございます。かわいそうの皆さん、はい、ただいま、ありがとうございます。おかえりなさい、私は女性に優しい言葉をかけられるとすぐに好きになってしまいます、うん。今もかわいそうのラジオでパーソナリティの皆さんに優しい言葉を毎週かけていただいているので、皆さんが好きすぎてブルーレイ DVD を思わず全巻買ってしまいそうです。こんな浮ついた私を100年の恋も覚めるくらい罵ってください。なるほどね、なるほど、どうですかね。でもなんか序盤のメディキュット事件で100年の恋も覚めているような気がするよ私そんなことないよ、うん、メディキュットぐらいじゃみんな揺るがないよね。大丈夫ですかでもさ、これさ、うん、ブルーレイ DVD を思わず買ってしまいそうっていうワード素敵だよね。ありがたい、うん。いや、優しい言葉をもっとかけたくなっちゃう、うん、そうだね、うん、逆効果だよこのリクエストはもっと優しくしちゃうよね。そうだよ、うん、ありがとねやばいよ今ね、今コバさんはね、はい、ひーちゃんに高まりすぎてね、ずっと俺のターンだよ人あれさっきと同じ人さっきの人かしら、同じ人だよこれまたメール待ってるよ、待ってるよ、はい。